ょ、あーあーやばいやばいやばい、あーピントが合わなかった。米沢泉のピールパイン TV、 ナルコン選挙プチ当時一編でございます。食堂占領でね、飲んだくれようと思ったんですが、空いているんでしょうか、わかりません。これちなみにここね、まあ、尾形商店さんですけど、お酒屋さんですけどね、簡易郵便局今ここにあるんですけど、昔はねここにあったんだよ。あのベランダになってて、ここにね、跡が右端に残ってますけど、ポストの斜め左上、ここね、そこに鉄の階段がついてて、そこでね、あそこでね、勧誘便局があったんだね、はい、という情報を得つつ、上りは出てないですね。はい、どうなるどうなっとるの。もう私今日カツライス食べようと思ってたのにな、やってないよ。どうなっとるんじゃ。張り紙貼ってあるかな。あ、張り紙貼ってない。電気ついてる。まもなく開店ではないでしょうか。はい。あ、電気ついてないか。これは寝坊してるだけなんだよな。あ、いるいるいる。どうも。はい、早速レモン様いただきましょうね。仕事はこれでおしまいです。送りますだから、いただきました、ありがとうございます。いつもの豚大根、そして、これね、厚揚げっていうか豆腐揚げですかね、まあ、厚揚げでいいのか、ちょっと衣が薄めの感じですね。そういうのやっこうということでね、いただきましょう。まず熱々のあれなんですけどね、実態はあれでございます。石油ストーブ豚大根、石油ストーブ豚大根、いただきます。しみんしみんです。豚ちゃん、うん、ほろほろ、うさぎ、すっきり、でこっちです、滑らかなやつね。最近のタピオカ入りの豆腐が流行ってんだよね。これはどうなの。うん、そうだ、ほんと衣薄くていいね、これ。うん、美味しいです。早速レモンスはおかわりですね。相変わらず好きです。玉子も美味しいな。iPhone15 にしてからちょっとピントが甘いが甘くなった。追従性は13より高いんですけどね、ファースト、フォーカスが決まらない。うまい。3杯目をオーダーしましたところ、豚大根おかわりがいただきました、ありがとうございます。さあ今回、オーダーから74分サーブ、まあ普通ですかね、普通のね、早くも遅くもない、カズライスでございます。さあ本日はどのぐらいのピンクなんでしょうか。さあ、そのあーあーやばいやばいやばい、あーピントが合わなかった。エロピンクですよ、エロボー、一旦静止が、無事、4杯目のレモンさん届きましたんで、このエロピンクちゃんにソース、ごま入りソース、ジョロンかけていただきましょう。このちゃんと型で盛られたライス最高です。食べる前から最高が分かってるんだからさ、食べるんだよ。無理やり今のイカって言うと優勝ですってやつですね。あーうまい。
たまらん。ご飯もいいんだよ。このソースで、ソースにまみれたご飯が当てになるんだな。うますぎる。じっくりいただきましょう。あ、スープが来た。はい、32分ぐらいで、完食しましたね。スープも来てました。ちょっと今日スープはブラックっぽかったけど、それもまたよし。で、ですね、なんかマスターいろいろ考えて、今日やっぱ過去最高に美味しかったんで、って何ですかって聞いたら一応教えてくれましたけど、まあネットに書くなってことなんでね、動画でも喋れないということで、皆さん来月を刮目して待ってってやつですかね。いろいろと新規作マスターがいっぱい考えてるって伺ったんで、ほんと楽しみに震えて待ちたいと思います。ごちそうさまでした。そしてまだ飲むよ。さあ、5杯目ついに行っちゃいましたね。そしてトイレに行きたくなった。さあ、これでトイレに行く動画を出してしまうとトイレの場所が分かってしまうので出しません。っていうか、そもそもそんなのに需要がありません。すいません、お様様。マスターからサービスでね、お漬物いただきました。シソの実がいっぱい入ってるよ。美味しそう、シソの実。美味しい。これなんかあれだね、一度別々につけてあるのかな、それとも一緒につけてあるのかな、まあ、料理のスキルがないって分かんないですけど、同じ。あ、この白菜は結構ピリリ唐辛子効いてますね。美味しい。はい、風が強くて髪乱れまくってます。ちょっと粉雪余ってる感じですかね。太ったね、明らかに太ったね。はい、というわけで昔に比べればまだ痩せてますけど、食堂千両さんごちそうさまでした。お会計3200円、カツライス1200円と、レモンサワーご飯ね、ごちそうさまでした。あとね、前お会いしたことがあるね、方と今回初めて、改めてちょっと、隣のテーブルの方とお話しさせていただきましてね、 LINE で繋がっちゃったということで、よろしくお願いします。いやー、こういうのがあるから楽しいですね、なるこね、本当ね。ということで、さあ、いよいよ人でございます。18切符だとまだ今の体力では南千住から、ね、電動レンタサイクルで、帰るのは難しいです。あれですね、次回は一応、あ、そうそう、次回4月に、来月ね、4月の20、21を予定しておりますが、往復夜行バスなんでね、する必要はない。次のね、夏に18切符で来るときに仮、まあ、ついに南千住チャレンジしようかと思ってますが、今日は無理なのでね、普通に古川仙台新幹線ワープで、帰宅は今日のうち、日付変わらないうちというね、予定で帰ってまいりましょう。ごちそうさまでした。また来月来ます、鳴子温泉。今日食堂千両から 400m ないのかな、陸東線鳴子御殿駅にやってまいりました。本日これから18切符使用開始して、帰宅でございます。さっきね、延々喋っちゃいましたけど、とりあえず古川から新幹線バックですが、古川まで乗ってまいります。鳴子御殿駅から陸東線小畑駅、古川になります。30秒装着ですね。ありがたいですね。はい、というわけで1万乗りで、友人改札をなんとか先起こされましたね、なんとか友人改札で18切符にスタンプもらって、その後モバイルスイカで新幹線を乗ります。すいません、2回目にスタンプお願いします。あ、はい、押した。
鳥ですね。はい、じゃあこちらです。後ろからお願いします。はい、というわけで、無事18切符スタンプはもらいましたね。はい、というわけですかさず入場でございます。はい、さっき紐付けといた帰省したからね、改めて言ってました。 iPhone 15のカメラになって、あれです、ビリが反応してもカメラ切れなくなりましたね。初めて知りましたわ。はい、今後活用させていただきたいと思います。古川駅から東北新幹線やまびこ64号東京行き自由席1650円投じて、新幹線ワープです。仙台まで1650円で仙台まで乗れるわけです。座れないかもしれない。あ、そんなことはないか。さすがに座れるかな。あ、Cには座れますね。ポイントかな。あ、Dに座れそうですね。はい。あ、ここCが来ました。お待ちましょう。18切符はね、改札乗り換えさせ通過できないので一旦降りなければいけません。南口から降りましょうかね。はい、これ本当にカメラ止まらないのかな。実験ですね。はい、あ、止まんなかったわ。はい、おいしいね。はい、残額200円です。自動チャージされないんだね、新幹線だとね。はい、ということで在来線改札まだ止まります。あれ、あ、これ降りなきゃいけないのか。はい、まあ、時間は余裕ありますね。6万線かな。お湯飲みはまだ当面しません。原の町でもしかしたらありますかもしれないけどね。あ、これかな、違うな。15時34分ですね。はい、仙台から原の町駅出ます。まだ来てないの。あ、今来た。はい、仙台駅から常磐線始発原の町駅終点まで乗ります。これ大会後の乗り継ぎを全く考えなかったり、まあ夏なんだけどさ、チャメスなんですよさ。はい、もういわき行きが来ています。終点原の町駅ですが、まあ多分大丈夫でしょうね。ボックス取れるんで一旦降りてね、お茶切った後もう眠くてしょうがないんでコーヒー買って、その後また入場していくぞみたいなことないかです。でもダイヤ調べましたけど、この南千住から、チャリじゃないと帰れない問題は、来週からも変わらないようです。同じでした。はい、どうぞ取りください。はい、やっと取れました。高額生産者がいたね。はい、買いましょう。原町駅湖線橋を渡って常磐線始発いわきです。ボックスがございますね。そうだ、今日ね、激辛動画をグリーン車で撮るか、ここじゃなくてね、何を言っとるんだって話ですけど、いつも後ろに乗ってね、トイレが遠いって心配するんだよね。はい、やっぱり買い物でね、出遅れてね。
余裕でございましたね。はい、耳の音か。はい、ここで飲みすぎてまたねパソコン忘れてしまうともう目も当てられないでございますからね。ロングが売ってなかったんでね、こちらにしました。でもうよく考えて氷結、あれなんかあれだよね、人殺しを正当化するアホな学者を、アホっていうかもうそいつこそ死んでほしいと思うね学者を CM に使ったんで氷結はしばらく飲みませんということで、ストゼロです。はい、よいしょ。はい、いただきましょう。もう眠くて動画編集全然できないんでね、まあ、ちびりちびり飲みながらねコーヒーとちゃんぽんで過ごしていきたいと思います。終点、はい、終点になっています。1分近くですね。交換相手が浪江で3分、夜の森じゃないな、そのどこから外れた2分で、7時まで最終的に1分近くでした。いわき駅からね、常磐線始発水戸行きで、ここはオールロング区間ですね。オールロングなんで、まあ先ほどあのね、ボトル、ボス、クラフトボスと、あと、ストゼロノーマル缶1本飲んだんですけどね。どうしましょう。もう1缶、まあ、2缶買ったんでね、もう1缶、ちょっと飲めそうなんで、だいぶ酔い冷めてきたんでね、飲めるかもしれませんけど、トイレを探してからなんだよ。ね、やっぱり。もうこの年になるとトイレが近くなってね、こういうこれ未だに覚えないんだよね、いつもトイレ行ってんのにさ、何なんだって話ですけど、重力過剰だと思うんだけどな。あーってなってトイレ、じゃあこの辺になりますかね。じゃあこの辺で乗ってまいりましょう。じゃあね、原の巻で買ってあった2本目、これで全部終わりですね。まあ、水戸でまた買いましたでしょうね。はい、ブワー、稲向こうはね、風車の向こう、忍者のこっち、何のこっちゃ。はい、終点水戸駅です。そして、もう迎えにね来てますね。上野駅です、始発上野駅ですけど、時間ね19分ありますので、この後ね激辛動画としてスナック編を、グリーン車で撮ろうという算段で、ね、お祝いです。というわけでね、いつも使っているニューレース水戸駅の改札内店で、はい、チェイサーとストゼロノーマルから見てくださいね。さあ踊りましょう。これ充電だけどどこかな、グリーン車の位置こっちかな、何ですか、ここが決めてよいしょ、ピントがあったんです。まあこっちですね、正解でございます。というわけで今回のね、ジオスキップ何回目、5回目の利用のラストランですね。列車はこの後も北千住から乗るんですけどね、常磐線始発上野駅グリーン車乗りましょう。よいしょ、乗れるのか、あ、それボタン式だ、無理じゃん、ボタン押せないじゃん、頑張ってます。よいしょ、チワウイカイマですね。はい、というわけで、ね、ちょっとあったかいね、はい、おー音した、まあ、ぜひ拾うとして、はい、そしてねあのこれ、iPhone15 Pro Max にしたらこれがあのねフェリカ使っても動画の画像設定しなくなったんです。撮れないね変わる瞬間撮る、あ、2回タッチしちゃったのかな、あ、変わりましたけどうまく撮れないね、さすがにね、お様様でした。というわけでね、準備万端でございます。このためにこの長くも伸びえる三脚でいつも激辛動画撮っているんですけどね。はい、こちらのラインナップになっておりまして、先ほどねニューデイズで買った、ストゼロはノーマル缶2缶を2缶割りとしてね、
光るなってのカスカスです。まずこれはね、前回の、長距離鈍行旅行の、長時間鈍行旅行の最後にね、買ったじゃがりこ辛いやつ、わさび醤油味で、こちら、食べなかったんでね、今日いただくということになります。ラムちゃん。そしてですね、あとこれが、なんかね、謎の、三陸産キキワカメのマーラー、高包装タイプ。激辛ゆえに超要注意っていうね、めちゃめちゃ、こうね、やっぱり注意書きが来てますけど、これは一体どうなんだっていうね、感じですか。はい。あと、こちら、鬼辛わさび味ね、わさのこだわり。これ昔、唐辛子版はね、いただいてますね。激辛とかでね。あと、それからね、今、職場で自分バックエンドエンジニアですけど、リーダーやってるんですけど、フロントのね、チームのね、できる人たちがみんなね、中国台湾人なんですよ。で、それが旧正月帰ってね、お土産でーすっつってね、若い女子がくれました。これ読めないんですけどね。で、これGoogle の画像検索でもね、うまくわからない。まあ、メーカーはわかりました。で、普通に、これと同じものの大量に入ってるやつは、Amazon でも買える、日本の Amazon でも買えるみたいなんですけどね。まあ、こういうラインナップで、食べていきましょう。いただきます。はい、クリーン、居酒屋クリーンじゃないね、これは。激辛チャレンジクリーン、チャレンジじゃないけどね。ということで、4種の辛いやつ、25分で、完食し、あと、これがね、半分ぐらい入ってますかね。だから全部で 500ml ぐらい、ストレスル飲んだ感じで、ごちそうさまでした。まあ、それぞれまず行ってきます。ダメなやつから、まず。まあ、これは論外ですね。まあ、全く辛くないし、わさびも。星ゼロですね、こんなんでわさび名乗ってほしくないし辛くない。はい、次。これがね、これね、ほんとね、ね、この激辛って書いてあるけど、これね、冷静によく見るとね、お子様や辛みの苦手な方は食べ過ぎにご注意くださいって書いてあって、お子様やね、辛みの苦手な方も少しは食べられるっていうのは前提にしてるんじゃないですか。岩間、ふざけんなって話ですけどね。お出口は左側です。ちっちゃくなってやつですけど、電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意。でも、スピードは欲しい一つくらいです。岩間。どっちも、スピードも欲しい。Please watch your step when you leave the train. そして、ちょっと今、アナビス出てますけどね、後で説明します。なんかこれ、台湾のね、お菓子と思うんですけど、これはやばいくらいすごかった。まあ、辛さはね、欲しい二つくらいですかね。まあ、十分それでも満足なんですけど、で、しびれも押し出すかな。で、なんか、まあ、要するに小麦粉のシートを、まあ、丸めたようなものなんですけど、かなり硬くてね、噛み応えありますね。で、結構、なんか、3回ぐらい噛むと、なんかね、ほぐれる感じ。食感、こんなの日本の食品にないし、本当にすごいと思いました。これはね、ちょっと、ま、自分で買ってもいいし、ちょっと、明日、台湾のエンジニアの人に。ドアを開ける際には、ボタンを押してください。で、最後に、これですね。この、わさのこだわり、鬼辛です。これね、ガチでわさびでした。これはやばかった。今のね、鼻見捨ててですけど、完全にこれはもうわさびを、激シピトじゃない、なんだ。激わさびつじゃなくて、なんて言えばいいのかな。これは本当にやばかった。まあ、過去ね、大阪近郊が多かった困りの時にね、もっとやばい、星5つレベル食べてますけど、これ星4つ、これ、次は、ハトリです。本当、っていうね、大変ちょっと食べました。ハトリ。まあ、これ塩分取りすぎだけどね、どう考えてもね、はい。まあ、いずれにせよ、美味しくいただけたので、よかったって、ここ、あれです、塩分取りすぎの汗が出てば、そして、わさびの刺激による鼻ミスというね、もうどこにもなっとらんかな。ごちそうさまでした。詳しくは激辛からどうぞご覧ください。はい、こっちで撮るんですか。はい、北千住駅で降りて、今回の18切符の利用、今日の18切符をお知らせしています。ここからね、さらにお金を投じまして、東武線ワープです。北千住駅からも2分遅延ですね。準急中津田駅、今回旅ラストランです。東急じゃない、東武の車です。ガラガラです。
押上駅に2分遅着でございまして、今回の旅に行ってしまいました。お乗り換えです。一番線の長尾線、よかったね。そして食堂線上の来月に期待がかかります。謎です。というわけでご視聴ありがとうございました。次回の旅は言う場合もなく、今週はついに北陸新幹線延伸開業、そして米沢も奇跡的に開業一番列車の指定席取れてますので、そちらを持って、旅行するということになります。盛りだくさんな鉄道の話ばっかりになりますけども、よろしければご覧いただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。